はい、えー、それじゃあガイダンスを始めますみなさんこんにちはレック東京リーガルマインド専任講師の松浦と申します、えー、それではこれから60分でわかる公務員試験のすべてというガイダンスを始めますということですねこのガイダンスを始めていくね、えー。いよいよ、えー、この2021年、2022年向けの 新ししい商品が売り出されましたこちらはないいでですね、はい、どううしょうかこれがレックの最大の特徴ですがレックは一人一人単人制でゴールまで付き添いますとレックの特徴が一番よく出てる、ね、パウフレットですけれどもこちらの方の特徴を説明していきましょうはい、えー、それじゃあまずねあの仕事説明試験概要そして学習方法 そしてレックの特徴この順番でやっていきます。でまずはあ仕事説明ですが、こういうなんか皆さんがこれから社会に出てお仕事をする場合にこういうなんかお仕事をね受給図の形で表していくと分かりやすくなりますよね。あの民間とあの平肝される方も結構多いと思うんですけれども、まず民間と公務員の違いはまあ、民間にも民間なりにやりがいがあります。 つまり自分で企画をして商品を作って宣伝をしてで売り上げが上がったらそれだけ給料も上がるしステータスも上がるという目で見て手で触れる価値の想像ができるこれが民間のこう利点ですよね。それに対して公務員にも公務員なりの利点があってまあ民間だとねいいとこもたくさんあるんだけれどもあくまでもサービスの相手は自分の自社の商品を買って,買ってくれた顧客だけ。 ところが公務員であれば自分のサービスを欲している方々すべてに対してそのサービスを提供することができるという規模の大きさそれから民間だとやっぱりですね第1四半期第2四半期第3四半期第4四半期と大体いい3ヶ月ごとに売上予想を立ててコストをかけてやっていくんでやっぱり対費用効果っていうのは考えざるを得ません短期的な企画になってくるんですよね。 ところが、公務員の場合には、結果を出せるまで、じっくりと取り組んで結果を出していくことができる。継続性、行政の継続性と言ったりしますけど、これが魅力と言えましょう。で、この公務員の中で、さらにですね。あの、国家公務員と地方公務員の違い。まあ、違いいろいろありますが、一番重要な違いは、まず国家公務員は多かれ少なかれ。仕事が専門特化している。やりたい仕事ができるっていうことですよね。 やりたくない仕事はやらなくていい。これが国家公務員の特徴。それに対して地方公務員は、自分の愛する地元でいろいろな仕事にチャレンジしながら、自分の可能性を賜せる。まあるいはこうも言えます。あの住民の方々に対する奉仕として、まいろんなステージからアプローチができる。これが地方公務員の魅力と言えましょう。国家公務員の中でさらに総合職、キャリア、一般職、スタッフ、 でそれ以外に専門職いいうののがありまます。ね、この違いはあ後々お話ししていきましてきょうえそれからあの地方公務員の方も、えー、都道府県の職員と市区町村の職員この2つに大きく分かれます。まず市区,市区町村の方はいわゆる基礎自治体といいましてえ住民の方一人一人にサービスが直にできるでそうすると自分のサービスの手応えが実感できるっていう魅力が一つあります。 でそれにに対して都道府県の場合は、は、まあ、一人一人という,のはこう団体を相手すする仕事ですよね。まあ、例えばあの東京都だったら国だったりとか他の県だったりとかあるいは都内の市区町村だったりとかあるいは民間企業ボランティア団体とかいろんな団体の調整をやるのがあ都道府県の仕事ってことになって規模がでかくなります。 はいそれじゃあ今言ったことをもう一度詳しくお話ししていきましょうまず公務員のお仕事っていうのはいわゆるゴミ処理からロケット発射までってい,いろんな多彩な仕事があるのが特徴です、えー、防災安全対策ゴミ処理産業振興、えー、それから施設運営文化スポーツ障害学習の振興子育て支援高齢者対策とで 国家公務員はこのどれかを分担してそれに集中していくのに対して超公務員はこれ全部やる可能性があるのが特徴です。はいえー、でまずあのさっき言った国家総合職と普通の国家一般職の違いなんですけど国家総合職の方は、えー、10年後20年後50年後の 日本アジア世界をどんな社会にしたいのかっていう、まあ、自分が取り組む分野が文部科学省だったら教育分野でどんな社会にしたいのかあらゆる子どもがイコールフッティングでえ貧乏な演技生もらえても金持ちの演技をもらえても同じように自分の夢を実現できるような社会とかでそういうビジョンを持ってねその実現のためにロードマップを考えてスケールの大きな仕事になってきます。でそれに対して えー、一般職、これがいわゆる普通の国家公務員ですけれども、えー、霞が関や大宮の中央省庁やで全国の出張所出先機関地方機関で自分の仕事をこう分担して、まあ、自分の経験ね学校でした研究だったりとかあるいは民間企業で鍛えられたスキルこれを生かしてこれ与えられた仕事に結果を出していって貢献する。 まあこういうお仕事になってきて、まあ、さっきの総合職のお仕事もこの一般職のお仕事も、まあ、上下の関係というよりは役割分担で、まあ、両方必要になってくるわけです、はいで。それに対して国家専門職っていうのはいわゆる、えー、国税専門官財務専門官労働基準監督官ってことになりますけれども、まあ、これらの共通点は合格後にあの学校で勉強するんですよね。 専門知識を受けるつける研修を受け、まあ、例えばあの国税専門官だったら税務署に行けないるんじゃなくて税務学校っていうところで、えー、財務省評論とか募金論とか税法とかね、えー、午前3時間午後3時間でまあちょうどレックの講義みたいな感じでべ勉強するわけです、ねで。そこで得た専門的知識を生かした仕事ができるという点にやりがいがあると言えるでしょう。で他方を 地方公務員はまあ自分の愛する地元で、えー、愛する人々との家族や親戚や友人や親類縁者やそういう人たちとの人間関係をこう大切にしながらさっき言ったようにいろいろな仕事にチャレンジして、まあ、自分の可能性をこう試していきたいあの自分が思わなかった仕事につけられる場合もありますそうすると自分の意識しなかった隠された能力がそこで発揮できるかもしれない。 そういうのを試したいっていう人に向いてますね。で、あの同じ地方公共団体のお仕事でも。県庁と都道府県と市区町村とはどこが違うのかというと。まあ、先ほど申し上げたように、市区町村の役場の職員っていうのは。市民、区民、一人一人を相手にするお仕事です。だから、自分のサービスの反応がダイレクトに感じられる。 まあちょうど民間のお仕事でいうとラーメン屋とか寿司屋とかねスープとかネタの握り方一つ工夫することによってうまいっていうふうにお客さんの反応が直に感じることができるまあ,あのその反面ね、まあ、理不尽なあこうクレームみたいなものもうないわけじゃありませんけど、まあ、楽あればくあり苦あれば楽あり、まあそれなりのやりがいのあるお仕事です。他方都道府県県は団体を相手にするお仕事国や他県 えー、県内の市区町村民間企業、えー、それからあ民間のボランティア団体といったあグループ団体が相手のお仕事です。一つちょっと例を挙げると例えばその企画関係のお仕事を、ね、比べた場合にあの東京都の23区の区役所の職員だったら、えー、この間あの、目黒区の、ね、目黒区じゃねえや、ー、の職員と話したことがあるんですけどその時にその人は。 多文化化共生化っててにいてねそれでオタクって結構外国人が多いんですよで外国人と外国人同士それから外国人と地元の方々がこう,うまくねコミュニティ形成できるように仲良くできるようにねあの地元の夏祭りを使って各国のソウルフードお国の食べ物ですよねそれの出店をしていただいて廉価安い値段で売ってそれで あのこうお互いに投票し合って1位になると1時間え区役所の定番メニューとかね定番メニューとかそういうそういう感じの企画ですよねあとはあの羽田空港周辺の広大な土地を使って「ピース」って一文字を描いて「ギネスブック」に挑戦とかこれがまああの基礎自治体の企画です。それに対してえ東京都庁なんかだと あのまあ例えば、えー、我が国の次世代エネルギーはの一つが水素発電そういう方針を出すのが国ですでそれでそれを着地させるのが東京都庁の仕事まあとやずえっ、ー、と二千二十年の東京オリンピックの選手村がまあこのビデオを聞いていただいているば時にはもう開催されているかもしれませんけどね水素発電なんですよあの自ら取り出した水素と空気中の酸素を反応させてで、えー、発電をして その時に発する熱エネルギーで急騰するとかコージェネレーションシステムっていいますけどあのそれを使いますでそれをポスト五輪オリンピック後の東京都の開発にどう生かしていくのかってことを考えていくっていうようなちょっと規模の大きいねお仕事になってきます以上紹介したあの公務員の役人の仕事っていうのがいわゆる事務職の仕事なんですね企画の仕事です企画実施の仕事でその他にどんな仕事があるかというと あのまあ、以上のような普通のデスクワークを事務職っていうんだけど事務職以外に土木建築科学農学技事職って言うあるいはリック,クの場合理系公務員と呼んでいたこれもありますし、えー、家庭裁判所調査官これはあれですあの非公少年なんかと面接をしてその資料を家庭裁判所の裁判官に提供してその取り扱いトリメットメント処遇を決定。 させていくというそういうお仕事です。強制審理専門官これはあの刑務所でその悪事を働いたあね刑務所に入っている少年とかのそれを矯正させるためにどういうメニューが必要かとかそういうことを考えていくお仕事。それから法務教官これはあの <laughs> あの少年院とかで収容されている少年にこう勉強を教える仕事ですね。そして最後保護観察官。 この強制心理専門官と法務教官は、この施設の内部でサポートする仕事ですが、法観察官はそこから出所した人たちの社会復帰をサポートするお仕事になります。ね。これを心理職、福祉職のお仕事と言います。まあの火災調査官などには心理系と福祉系両方入ってますし、強制心理専門官は心理職の仕事、法務教官と法務観察官は福祉職のお仕事になります。 ほかにあの心理職の仕事としては地方公共団体自治体のねあの自走とか児童相談所とかねで副職の場合にはあの、まあ、広くねあの障害者支援だったりとか高齢者支援だったりとかやる仕事もあったりします。でまあこれらすべての公務員のお仕事なんですけれどもよくあの公務員の仕事は楽だ楽だって言われるんですが。 あの民間と比べてそんな極端に、ね、楽ってわけじゃないんですよ実は、まあ、例えばでしょ公務員の仕事に残業が全くないわけじゃないしまた残業代が特にあの国家公務員一般職の、えー、霞が関の本省でのお仕事なんかね100%支払われるとは限らないっていうのも民間と一緒です、まあ、特にあのさっき一般職の話をしましたけど国家総合職なんかだと今のところは年平均退社時間が各省とも通常24時前後。 これが財務省ににななると26時26時になったりしますで出社が8時半ですね朝のねだから民間と比べて極端に楽だとは限らないで,ですけれども今言った以外の公務員で例えばね東京都庁はまあ地方公共団体の中でも比較的、えー、忙しい役所だと言えると思いますから。でも残業あったとしても大抵まあ3時間程度ですし まあこれは時期によっても違うんですよ。仕事ないときはみんな定時に帰るんです。で、あの特にね、あの都知事が小池百合子さんになってからは必要がない残業はしない方向性にあるんですね。です。で、あの市役所は区役所はさらに残業が少ない。だから基本的に定時上がりができることが多い。だからやはり民間と比べると相対的にワークライフバランスが良いと言われています。 今ね、東京都庁なんかはワーク・ライフ・バランスじゃなくてライフ・ワーク・バランスって呼んしてますけれども実はワーク・ライフ・バランスの点で、えー、徹底してるのが国税専門家よく国税専門家は激務だ激務だって言われるんですけれどもまあ確かにその時間内に所定の仕事を終わらせなきゃいけないっていう点はそういう点が忙しさの原因ではあると思いますただねあの残業って概念が基本的にないんですよ あの確定申告繁忙期の2月から4月の3ヶ月間のみ延長勤務ってのがあるんですね。延長勤務、残業とちょっと違います。これが3時間で、えー、これあの延長勤務なんであの報酬は100払われますし、それからあのそれ以外の時期は残業ゼロです。就業期間期間に仕事を終わらせなきゃいけないんですよ。 とか電源落とされちゃいます。そもそも仕事できなくなるんですで、これと関連してその移動の範囲なんですけど、ね、意外と特にあの東京都内の国税専門官の移動の範囲は狭いです。まあ、例えば新宿税務署に配属された人はあ、その後せいぜい移動があったとしても、渋谷とか練馬とかそういう。暗黙のエリアってのがあって、その範囲外には移動しないんですよね。これらは全て余計な税金を使わないためなんです。 さあ、えー、仕事概要以上で終わります。次は試験の概要ですが公務員試験というのはまず、えーとまあ、これあの例年の日程で皆さんが受ける時にまた変わるかもしれませんけれども4月末の国家総合職を仮にして5月初旬の東京都一類東京都特別区これはあの あの都庁と特別区は同じ日に実施するので閉館ができませんどっちか選ぶしかないんですよね。で6月に入って中旬に国税専門官財務専門官労働基準監督官等の国家専門職に加えてこれの翌週に国家一般職があります。そそれで、えー、さらににのの翌週地地方上級試験地方上上級級試試験験は 県庁と政令都市がが全国でで同じ問題で試験が実施されますちょうどあの国会議員の選挙の統一地方選挙と同じような感じですね。であ,のあとは市役所ちっちゃい市役所ですけれどもあの市役所は大体全国で共通しているのが A 日程 B 日程 C 日程の3つの日程で一斉に試験を実施するということです。で A 日程はね実はの地方上級と同じ日で問題も同じ共通問題を使います。 B 日程は7月末下旬で新日程は9月の下旬、まあ、東京都内ですと一番多いのが新日程ってことになりますよね。これ全部併願することができて全部受験,受験料無料です。レレックのコーススペシャルっていうのが一番売れてるんですけれどもそれ受講すればこれ全部合格する可能性があります。 このように広く平肝できるのが公務員試験の魅力であり、しかも受験料は全て無料です。無料つってもあの税金が使われてるんですけどね。で、以上とはちょっと別枠でね、あの普通の公務員試験の制限年齢が超えちゃったっていう人でもね、経験者採用試験というのがあって。 まあこれはあの企業の民間企業の職務経験5年以上などの資格が必要なんですけどそれがあればあの制限普通の試験では制限年齢を超えちゃったような人でもえ受験すすることができま大体 <laughs> いい年間を通じて実施はしてるんですけどまあメジャーなあの経験者試験特別区だったりとかあ関東地方の横浜市だったりとか <laughs> 川崎市だったりとかあたりはやはり9月10月に実施する自治体が多いです。 で募集人員は通常は 10, 10名未満の若干名っていうのが多いんですけれどもあのちょっと特筆すべきがね事務,系事務系だけで合計100人以上採用するのが東京都特別区それから50名ほど採用する横浜市とこれがちょっと特筆すべきです。しかかも特別区とかは あの年齢制限が基本的にないんですね59歳まで受験することができるんですそれで100名以上これを一つ覚えておいていただければと思いますはいそれでは次あの試験科目なんですけれどもすごく大雑把に分けるとこういう受験図として表すことができますでまずは筆記試験と面接試験面接は民間の面接と同じですが民間よりはさすがにちょっと緩いですあの民間は された質問に対して答えただけでは受かりませんけど逆に公務員の面接の場合には聞かれた質問に的確に確答えてで何、まあ、といってもまずね民間と違うのが筆記試験が必ずあるってことです。で筆記試験の中で五志卓一試験これはの大学入試のセンター試験等と同じ5つの選択肢の中から1つ選んで回答用紙のマークシートに HB の鉛筆でマークをしてコンピューターで読み取る方式五志卓一試験ですね。 これが何と言っても大事です。まあ、その他に専門技術、教養技術がありますけれども、まず勉強しなきゃいけないのは卓逸対策です。でこの卓逸の中に教養と専門があって、教養は大学受験とほぼ同じ構文ってことになります。でこの教養の中に知能と知識があって、知能は文章読解と数的処理。でこの文章読解は 日本文と現代文と英文の読解だからここは大学受験と同じなんですが教養科目が唯一大学受験と違うのがこの数的処理っていうのがあるということなんですね。ししそれに対して知識知識は社会科学と人文科学と自然科学社会科学は政治経済それから人文科学は日本史世界史地理文学芸術思想これ後で詳しくお話をします。 それから自然科学、自然科学は理数ですね、えー、物理科学、生物地学、数学、こうなりますで、この教養科目の中で大事なのが文章理解、えー、数的処理などの知能的科目最近これのウエイトが高くなっています例えば国会一般職や総合職なんかですと <laughs> こっちの知能が二十七問の知識が十三問とか出題数が圧倒的絶対的に知能の方が多くなってきています であの知識の中で出題数が多いのが社会科学、えー、あの政治経済ですね、はい。他方ですね、専門科目、ここで事務系と技術系と心理福祉に分かれるわけですけれども、であの事務系の専門科目は法律、経済、政治、行政、こうなりますで。この中で何と言っても大事なのが法律と経済、特に経済です。これ全体の中で 計算,計算をめちゃくちゃやらされるのが数的処理と経済ってことになります。で計算の難易度からすると数的処理よりも経済の方が若干高かったりします。ねはい、でこのようにして筆記試験に1次試験で受かるとこれが1次試験と大体2次試験で面接が実施されてでそれに受かると国家総合省と国家一般事故の場合には官庁訪問ね。 この筆記試験と面接試験人事試験人事院が実施するこの試験に合格すると3年間官庁訪問ができます3年間官庁訪問する資格が得られますはい、えー、今紹介した中では卓抜試験対策が何よりも大切ですまあ、例えばあの市役所とかね国立大学法人とか経験者採用試験なんかは 専門択一試験がなくて、教養択一試験だけで受験することができます。もしこれを受けるのであれば、勉強量がすごく少なくて済むわけです。レックのコースの中でも、専門を全部カットした。こういった教養択一試験用のコースもご用意しています。はい。えー、教養択一試験ってどんな科目なのかというと、まあ、先ほどご紹介したように。 文章理解と数的処理と社会科学が中でも大切で数的処理ってどういう科目かっていうと、まあ、いわばですね中学受験の,かあの経験のある方は有名中学の入試で出題されるような算数数学を使ったクイズみたいな問題です。ただ、まあ、算数数学がやってても大丈夫。各テーマ 十数語テーマがあるんですけど各テーマごとのテクニックを使えば意外と楽に問題を解くことができますで、これが数的処理の内訳です判断推理数的推理図形資料解釈判断推理数的推理図形資料解釈これを全部合わせて数的処理って言ってます数的処理の方がでっかい概念で数的推理はそれに含まれていますで 判断推理はあの表を使った対応関係とか位置関係とか順序関係とかまあそういうまあこれはどっちかっていうとですね算数数学じゃないのでぶっちゃけだから文系の人が得意で逆に理系の人が苦手だったりします逆に数的推理っていうのはねあの基礎的な算数なんですね結局二次関数なんかも出てきたりしますでこれは逆に文系の人が苦手で理系の人が得意理系の人はほとんど勉強しなくても取れちゃったりしますで3番目図形 あの三角形や四角形の面積や体積やね、えー、断面図の形だったりとか。これね、できるできないが一番極端に出る科目です。あの一般的に言うと、男性の方があ得意な人が多くて、女性の方が苦手な人が多いというふうに言われています。なかなかこれいくら、あの工夫しても、特に独学では伸びが遅い科目なんですけど、実はね。これも、例えばね、一つ例を挙げると。 あの三角形が出てきたら大体半分近くが三平方の定理が使えるとかねコツがあるのでコツをつかむと意外とそこそこそそ点数が伸びたりしますそれから資料解釈資料解釈は特殊出生率の年,年度別推移だったりとかそういう資料を与えられてこの資料から見て正しいのはどれかって選ばせるんですけどこれはあの一番伸びが早いです。東京都や 特別区なんかでは4番出るんで、えー、これでが得点源になってきます。で、結局ね。よくあの資料解釈苦手が苦手だっていう。最初から苦手意識を持つ人いるんですけど、あの結局ね。公務員になるとやる仕事っていうのはこういう仕事をやるわけだから、その時のためにもやっぱりチャレンジした方がいいと思います。まあ、ちなみにこれ単に計算するだけなので、時間さえかければ小学生でも解ける問題が出たりします。 さあそれじゃあちょっとここで数的処理の例題を一つ法務教官2003年の問題から偽金問題、まあ、この場合には偽指輪になりますけどちょっとこのビデオを止めてまあ止めなくてもいいかな私が止まりましょうかあのこの文章を読んでこの問題ちょっと考えてみてください一緒に読んでみようかな、えー、9個の指輪があり1個だけが本物で残りの8個が偽物であることが分かっている。 また外見で本物物と偽物の差はないしかし重さが本物が少しだけ重いということも分かっているこの時上皿天秤こういうね重いとこっちが下がるってやつを用いて本物を確実に見,せ、えー、見つけ出すためには最低最低何回測る必要があるのかこれあの手順問題っていいます操作手順の問題ねただし 偽物の重さはすべて等しい。本物だけが1個だけちょっと重いってことです。で、1回、2回、3回、4回、5回。この問題4倍のね、あのポイントはこれです。まず、上皿天秤を用いて最低何回測ることができるのか、何手順かってことです。で、ヒントの中ではここが重要。1個だけが、1個だけが本物で残りの8個が偽物。 その1個だけが重くって残り8個はみんな同じ重さで本物より軽いってことなの。ここですよねだから本物が少しだけ重いこれが最大のヒントになりますさあじゃあこれで何手順必要なのか実際にやってみましょうはい偽毛問題のポイントまあ本物は偽指輪ですけれども本物が1個で偽物が8個まずこの全体の個数が大事です でその場合にいつか全部で9個これを等分3等分に近い形で3つに分ける近い形だからこれもし8個しかなかったら332になりますけど、まあ、この問題の場合には全部で9個あるので333になりますよね。それをこう箱に入れるイメージ3つ箱を準備して3つずつ入れると333で9個になりますよね。 で、この箱に名前を付けます A の箱 B の箱 C の箱それぞれ指輪が3つずつ入ってますさあここからまず第1ステージ第1手順目を始めてみましょう。でそうするといいですか箱には重さはないとします。当たり前なんだけどね。それで、 じゃあ3つの中がどれでもいいですから、じゃあ A と C を選び出しましょうか。A と C を選んで、この2つの箱を上皿天秤で測ります。でそれで、場合ここから場合分けが必要になってきます。場合分け。もしこれが次あったら、A と C の箱は同じ重さっていうことになるので、でそうすると本物は1個だけちょっと重いはずじゃないですか。ということは、 A と C の箱の中には本物は入ってないってことになるので B の箱の中の3つのうち1つが本物ってことになるわけです。ね、でそれに対して次合わなかった場合沈んだ場合どっちかが沈んだ方が重いわけだからその中に本物が入っているってことになります。重い方の中に本物が入っている、ね。これが第1手順ですで。そしたら第2手順ではこっちの場合には B。 こちらの場合には沈んだ重い方、この3つを机の上にぶちまけてはいですか B の中に本物の場合には B の,な B の中の3つ重い方があった場合には重い方の3つをバラバラバラって机の上にバラしてこれは指輪1個ずつになります。で今度は smallabc っていうふうに指輪に名前をつけてねでこの中に本物があるんですよどれかが本物になる でそうした,らまたじゃあこの中どれでもいいんだけどじゃあ A と C2 つ選び出してこの2つを上皿天秤にかけるとあとはさっきとやり方一緒ですもしこの天秤が釣り合ったら両方のお重さが同じってことだから A も C も偽物ってことになりますよね。でそうすると釣り合った場合は P が本物ってことになるわけです。でそれに対して釣り 合わなかったらどっちかが沈んだらそっちが重いってことになるんで沈んだ方が本物ってことになる。でこれで確実に必ず答えが出せます。ということは最低限必要な回数は二手順ってことになる。これちなみにさっきの等分で三つに分けるって言ったじゃないですか。あれを等分にしないとね三手順四手順って増えちゃうんですよ。あの三等分にしないと最最低手順は出ません。 はい、ということで、この問題は結局。はい。二手順、これが正解ってことになります。はい、で、こういった数的処理は、ちょっとあの開放を訓練するっていう部分も必要になってくるので。算数、数学、に苦てない人にとっては、まあ、できるんですけれども、トレーニングが必要。で、そこで、まレックでは数的処理の会見も非常に強化しておりまして。だいたいね。 予備校を利用しては挫折しないんだけど予備校を利用して挫折するパターンとして一番多いのがねだけど渡された問題集をやろうと思ったら全然できなかったそこで挫折する人がほとんどです。そこでレックではその講義を担当した先生が問題演習も一緒にやってくれますから。 要するに数的処理については極端な話自分でうんうん言いながらね苦しみながら変な時間を余計にとって数的の問題とにらめっこしなくてもいいですよ講義を聞いてメモって覚える講義を聞いてメモって覚えるそれを繰り返せばいいんですよ。講師が一緒に問題演習。ちなみにですねあの先ほどの、えっと「専門マスター」っていうところで まず15回数的の講義を聞いていただきます1回あたり2時間半で,すでプラスこの「過去問プラティック」ですそれから「クイックマスター」これも過去問です110問これ全部合わせると250問になるんですよ250問過去問覚えやね大体そのうちのどれかのパターンが出るはず、ね、で数的って意外とね暗記が大事ですだからレックの講義分かりやすい講義を聞いてメモって覚える聞いて メモって覚える。講師が一緒に問題演習まで付き添ってくれる。これがレックの特徴です。はいじゃあ次、あの知識も知識科目の中で、えー、一番出題数の多い社会科学ですね。政治経済です。中学高校時代の政治経済とほぼ同じ科目です。まあただですねあのこう大学受験よりもだいぶ あの。苦労が少なくて済みます。なんでかというと、公務員試験によく出る部分というのがあるんですだから、そこを中心に学習すれば、ああ、無駄な勉強をしなくても済みます。次、時事なんですけど、社会科学の一,一部として時事が出る場合もあります。新聞ネタです。で、独学の人は新聞読むしかないんだけど。大体実はですね。時事の問題出る問題っていうのは決まってるんですよ。四大新聞のすべてに載っている記事です。 それ皆さんが四大新聞を毎日読むの大変でしょでそれを予備校がやるんですでレックの場合にはそれを時事白書ダイジスストトテキストの中で教材化してますだから効率の良い勉強ができる極端な話新聞を読まなくてもですよ読まなくてもこの本を読めば大丈夫ということですでさらにですねニュースは日々刻々と変化するので、えー「時事白書ダイジェスト」テキスト以外の最近のニュースについては REC のコース受講生の方限定でアクセスできる時事ナビゲーションというこのインターネットサイト時事専用のインターネットサイトの中で今日のこのニュースは教養論文で出る可能性が高くその場合には各ポイントはこれだそこまでやってくれるんですよ。できますでそれ以外の知識科目はどんなのがあるかっていうとあの人文科学と自然科学。 で自然科学は,学科学はあ数学物理科学生物資学でこれ見るとああ俺エスカレーター受験だとかね指定校推薦とか大学受験全然やってないって言ってへこむ人がいるんだけどそれは全然大丈夫です。私今まで20年間このお仕事をしてきてで普通にあの一生のうち今まで一回も受験したことはないっていう人でもちゃんと試験には受かってます。そののための予備校ですから まず今紹介した科目は大学受験と同じ科目ですけど出題範囲が同じじゃないんですその一部分しか出ません、まあ、例えば日本史は幕府が出やすいとかだからやっぱり室町以降が出やすいんですよねで奈良以前が出る場合でもね文化が出ます幕府はなかったからそういうふうに山が書けやすいでレックのテキストはだいたいそこを集中して書かれてるんで非常に薄いですでその中から出るってて考えていい もしそれ以外から出たらね他の人もできないからできなくていいんですそういう問題はで、えー、世界史では中国インドを中心とするアジア史が出やすいとこれ結局今や先進諸国を脅かしている新興国中国インドねこれを抜きにして国際社会は語れないからねあの大学受験とだいぶウエイトが違ってくるわけですであとは選考史がよく出るとか公務員ならではの特徴っていうのがありますから だから、コツをつかめば、最初の分勉強量で最大の結果を出すことが可能です。以上が教養科目です。次、専門科目はどんな科目なのか。専門科目の中には、法律、経済、政治、行政でありますけど、まずは法律科目と経済科目が大切です。でまず法律科目から。法令科目と言ったりしますけど、まあ憲法、民法、行政法の下に、 商法とか労働法とか刑法とかあったりしますが。まあ、なと言っても大事なのが。これです。憲法、民法、行政法。これらの法令科目は。公務員試験の実務で、実は。これを知ってると。最もね。役立つ科目です。例えば行政法とかね。あの、例えばですよ。あの。市区町村の職員が窓口業務やってたときに。こういうことも守らなきゃいけないんだ。で、守らないと、こういうことが起こるってことを勉強するの。 まあ他方、まあ、これが一番大変です多分公務員の科目の中でこれが一番大変経済科目その中で特に大変なのがミクロ経済とマクロ経済ミクロ経済は市場で消費者個人と企業が出会った時にお互いがどういう行動をするかということを、えー、変微分計算だったりとかグラ,フやグラフや表なんかでこう推測していくこと、ね、勉強。 まあ、あの政府との関係これを勉強しますでこれらの科目はグラフの読み方を学んだりこれを理論問題と言いますそれから計算問題変微分を使った計算問題これは大体ですねあの議論問題は、えー、と特別区とか地方上級試験とかでよく出ます。で計算問題は国家一般職とか国税専門官とか国家公務員試験でよく出ます。 これが最大の勉強の山形で、山形で皆さんの、踏ん張りどころになるわけ。まあ、これらの科目の勉強方法なんですが、数的処理にしろ、法律にしろ、経済にしろ。まあ、過去問の分析演習が何と言っても大切です。で、レックの教材は、公務員試験のプロが。本試験の過去問や官庁、自治体情報を分析して。作り上げたテキスト、レックのテキストの名前が。 K マスターテキストです。これがインプット用の教材です。でこれで勉強したら、あこれはまあ市販もされていますけれども、えー、レックの、えー、過去問集です。過去問解きまくりね、えー。本年度から新しい名前になりました。過去問解きまくりね。皆さんに親しんでいただけるように、えー、表紙にね、かわらしい女の子のね絵とか。これがレックの問題集の目印です。 はいであの専門科目の中でやっぱり経済一番あの踏ん張りどころなんですけどあの2020年2021年、えー、向けの会見の中では2021年2022年ですねの会見の中では経済言論と演習を強化した2020年からね強化してますで経済2024回で過去問プラクティス10回いいですか。 あのこれがインプット講義です。24回もあるんです。ミクロ経済12回のマクロ経済12回です。で、えー、数的処理と同じように講師が一緒に過去問をやってくれるんですよ。だからやっぱり経済も自分でうんうん言いながらあ計算の問題解かなくてもね、えー、講義あの講義の担当講師がインプット講義の担当講師が過去問も一緒に解いてってくれるわけ。だから講義を聞いてメモって、えー、覚える。 講義をを聞いいいててメモって覚えるこれを繰り返せばいいわけですで、えー、主要科目の通学講義には毎,毎回、えー、確認テストを実施して前回までの知識がちゃんと定着しているかどうかを常に確認していきます。はい、であの今以上が事務系公務員の科目なんですけど技術系あの技術職の試験理系公務員ではどんな科目が課されるのか、まあ、教養科目はね 教養科目とか基礎能力っていうんですけどでこれは事務系と共通同じ問題ですで専門科目が違ってくるんですよねあの土木建築職だったら構造力学とか、えー、企画職あの機械職だったらあ機械力学だったりとか農学職だったら園芸学だったりとか、ね、受験職受,受験する職種あ試験区分に応じて異なりますが、まあ、レックではこれら全てのコースをご用意しています。 農学,学も準備してるのってた、まあ、多分レックぐらいじゃないですかねはい心理福祉はどんな科目があるかというと、まあ、さっきの技術職と同じように教養科目基礎能力試験は共通ですですがやはり専門科目は違うんですよねあの法律経済政治行政はなくて心理職だったら社会心理学や人心症理心理学心理学概論とか。 副職だったらこれに加えて、社会福祉学とか、社会学とか。教育学とか、そういうのがついてくる。まあ、これも受験する職種を、おいて、異なりますが。まあ、レックは、これらのコースも、すべて、ご用意しています。はい、で、卓越試験のほかに、何があるのかっていうと、まあ、卓越が何よりも重要なんですが。普通に文章を書く、記述式試験とていうのもあります。専門科目に関する、記述式試験が、専門記述試験。で。 これは教養科目に関する記述っていうよりはあの社会問題に関する作文試験これが教養論文試験この2種類がありますまず専門記述試験はねあのさっき言った法令憲法民法行政法とか <laughs> 経済ミクロ経済マクロ経済財政学経営学会計学それから行政系科目政治学行政学社会学国際関係について だいたい700字前後の文章を書かせる試験まあ、関東地方なんかだと、えー、あと全国規模のやつだと都庁東京都庁とかあ国税専門官とか裁判所委員官とかまあ,あの限られた試験種のみで実施されますウェイトもそんなに高くありませんでそれに対して教養論文試験というのは教養ってついてるけど教養科目の記述じゃなくて少子高齢化とか環境問題とか あるいは女性の社会進出とかねこういった我々が直面している社会的課題について論作文を書かせる試験ですで先ほどの専門記述試験が我々が提供した参考答案をそのまま覚えて書けばいいの他の人と同じ答案を書かななきゃいけないけのに対してこの教養論文試験は他の人と同じ答案を書くと落とされるケースがあります。これなぜかとというと問題文に この問題についてあなたの考え方を書きなさいって書いてある。対策論についてオリジナリティのあるアイデアを、えー、書かされる。だから日頃からこうした問題について考える習慣をつけておく必要性があります。で、今までの普通の今まで紹介した普通の大学生が受ける試験に対して社会人が受ける経験者採用試験。 まあここではですねまず択一試験が教養択一に限定されるってことのほかにこれが特徴になってきます職務経験論文っていうのが課されるんですよ。これは普通の公務員には課されない論文試験、えー。民間の仕事でどんな苦労をしそれを克服するためにどんな工夫をして、まあ、それを通じてどんな能力を得てそれを公務員の仕事にど,どう生かせるのかを具体的に書けるようにしておく必要性があります。で、 これをしっかり準備しておくと経験者採用試験で課される面接試験でもやはりこういうことが聞かれてくるのでこれは面接対策にもなるので経験者の準備をする場合には教養卓一試験に合わせてまずこの経験者論文対策をすることが必要になってくるのであり REC の社会人経験者採用試験洗顔コースではこれの対策もしっかりやってます。さあ、以上の試験に対して、 他にどんな試験があるかというと、まあ、やはり何と言っても大事なのが面接試験ですねで。公務員試験の中でも国家公務員に比べると地方公共団体の試験では面接が重視されるじゃあ面接対策はどうすればいいのかというとまず面接カードの記入をすることから始めてそれであの準備していきます。で面接カードに書くことっていうのはなぜそこを受けたいのかという志望動機志望理由。 それかから自自分の強みをしっかりアピールできる自己 PR、これを書いてでいで模擬面接をして本番のシミュレーションをするってことになりますだから面接カードがいかに大事かってことがわかりますよね。でレックではこういう担任これ私と実は国税専門官トップで受かったね女性えこれがちょうどこの面接カードねこれ実はこれは国税専門官この年全国第1位で受かったあ 方の面接カードを私が添削したものでこんなに真っ赤っかに添削するんです。ここまでやるのはレックだけです。ね、だから1位で受かるわけで,でそれからあの次の模擬面接なんですけど我々担任も一応模擬面接はしてますけれどもやはり何といってもレックの特徴はね元 あの公務員として面接を官を担当していた先生方から、ね、担当してくれる。しかもですね、これも他の指ェ等の違い、レックの特徴です。一時一時筆記試験の合否を問わずに、前年の9月から模擬面接ができる。前年の9月からです。ね、これをリアル面接シミュレーションと言います。さあ、まあこれあのこれしかいないわけじゃなくて、関東関西リアル面接官の方々のラインナップ。 一部ですよ、僕こういう人たちが実際に自分が公務員の面接をした時の経験を生かして模擬面接をしてくれるんです元面接担当者が実際の面接担当者が模擬面接をしてくれる、ね、レックだけの特徴ですでこれをリアル面接シミュレーションっていうんだけれどもここに5つの特徴を書いてあるんですね一次試験の合否関係ないこれレックだけです で何回でも模擬面接を受けられる回数無制限、ね、模擬面接あのいろんな予備校を選ぶ時に、ね、何回できるんですかってカーず聞いてください、ね、うちは4回もできるので4回なんか少ない方ですよ4回じゃあ例えば東京都特別区の3分プレゼンス前すらできないですそれからあ面接官は元公務員、えー、人事担当者が担当でそれは職種別に面接対策ができるそれからネットで楽々、えー、予約ができます で一人1回1時間弱みっちりやるんですよ。で、あのレックの本校がない地域のお住まいの方には、実はウェブ上でですね、要するにあのスカイプみたいなテレビ会議のシステムを使ってレックの本校がない人でも自宅であの模擬面接をしてもらうことができるんです。これがウェブ版です。こういうふうにオンラインで模擬面接ができるっていうのもレックだけのサービス。 はい。で、あとまたあの過去どの館長どの自治体でどのような質問がされどう回答した事件性が受かったか落ちているかっていうのをネット上のデータベースとして面接再現データベースこれはコースの申し込み者方全員がご利用いただきます例えば東京都庁や特別区にチェックを入れて検索ボタンをすと一気に100件以上出てくるんですよ実物をちょっとご紹介しましょうこれですこの感じで 面接の雰囲気が何を聞かか、かれたたた、ね。とどう答えたらあの感触良った全部これデータベースなこれインターネットのデータなのでコピーアンドペーストで,ですよ自分でワードマイクロソフトワードとか使って、ね、あの面接ノートを自分で作ることも可能ですでさらに、まあ、レックはここまで徹底してるんですよ志望先の都道府県や市区町村がさまざまな課題に対してどのような施策を実施しているのかデータをまとめた教材 47都道府県面接対策講座と都道府県別論文対策講座こっちはまあ地区別東北とか北海道とかあ近畿とか地区別になりますけどこっちはね面接対策は47種類テキストがあるんですよそれをお申し込みの時にお選びいただくことができます47種類の自治体情報が教材になってる、ね、それを選ぶことができるんですさらにですね あのやっぱり面接対策をするためには現職公務員の話を時間に聞くことが大事になってくるんでレック主催で経営フォーラムといってえ館長の方が来ていただいて説明会を開いて話をしていただきますそれから最新の合格者が実体験からアドバイスしてくれる合格アドバイザーイベントこのようにえ豊富なサービスをしておりますあの面接試験以外にどんな試験があるのかってことはでいうとですね あの受験生一人一人で受ける個別面接のほかに受験生がああのグループに分けられてね、えー、与えられたテーマについて討議する集団討論あのグループディスカッションというのもあります。市役所で結構多いですレックでは公務員コース受講生の方皆さんに模擬集団討論のサービスを実,験あの実施しています。 それからさらさに先ほど申し上げたように国家総合職や一般職では人事院が主催する筆記試験と面接試験に受かると3年間官庁訪問をする資格が得られますでこの官庁訪問対策も別途必要になってくるそれからあの東京23区では東京都特別区人事委員会が主催する筆記と面接これに受かると1年間区の面接を受けることができます。でこれらの対策を万全です。 で問題はですね、今あの大学で理科系の特にね学部に行って実験が忙しいとかあるいはあ文化系の学部でも体育会系の運動部に入っていてでそれであの時間が取れないとかアルバイトしてるとか時間がなくても試験受からないのかというとあの公務員試験っていうのは司法試験とか予備試験とかねあの司法書士とかと違ってそういう時間がない人でも時間使える時間を自分で作って米柄の時間を生かしてやる試験。 就職試験ですから、ね、で特に、えー、レックのコースはそれに配慮して生講義にプラスして必ず通信講義をご受講いただい標準装備されてるオプションじゃないんですよ別要件をいただきませんでウェブ講義だったらその主要な科目についてはあの複数の中から好きな講師を選べる通信でも講師を選べるフレックス性というのは取ってますだから通学時間をカットしてより効率的な時間,時間の使い方が可能になる あのまず例えばですね専門科目がある普通の公務員試験を今から狙うんだったらスペシャルコースこれは2時間半講義239回そうすると全部で600時間でこれを9ヶ月で割る,割ると1ヶ月67時間1日2時間の事講で OK なんですよ9ヶ月でも1日2時間で大丈夫なんでねそれから教養科目だけのコースだったらこれ市役所教養コースって言うんですけどね全94回です。 でえー、時間にすると235時間さらに少なくなりますこれを9ヶ月で割ると1ヶ月26時間の受講で OK なの、ね、これだったらできますよねで一番やっぱり時間がないのが民間企業で働いていらっしゃる経験者採用試験を受ける方だと思うんですけどこの経験者採用試験専顔コースですと全89回222時間しかないんですこれを9ヶ月で割るとですよ1ヶ月25時間の受講で OK なの。 で、これだったら、勉強できますよね。で、リックの通信講義は、あ、他の予備校とは違って。生講義を教室カメラで収録するんじゃないんです。で、これじゃ、倍速にすると、ほとんど強力な,なっちゃいますよ。これが、普通の予備校の通信講義で。教室講義を教室カメラで撮って、しかも黒板講義ですよね。こんなんじゃ、効率が上がりません。 レックの通信講義はあの教室講義じゃなくて事前に今これがまさにあれですスタジオで撮ってるんですこういう講義です。ね、しているため倍速で聞いてもスマホで聞いてもストレスを感じませんこれ仮にあのちなみに、ね、ちょうどいいからこれを倍速で聞いてみてくださいよ。私の今の講義は倍速で聞いてもちゃんと中身が伝わってるはずです。 でしかもですねいいですか今私が人物として写ってるその背景には実はグリーンのカーテンが敷かれてるんですよ。でそこに教材が映されてるでしょパワーポイントのこれを新収録方式といってこういう特殊効果を使っているため教室講義以上の効果を発揮しますこれですこれが新収録これはちょうど数的処理を担当しているほの講師ですよね。 後ろに数的処理のの問題の教材が実はこの教材はね岡野講師のこの手前のプレゼン隊という機関これですこれ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 ねこれに置いてあるんですよでそれが合成画像で出てくるからこれだったらスマホで見てもストレス感じないでしょ、ね、新収録で講師を選べるでしかもこれちょっと見てください 等身ハイスクールみたいな感じで1時間1回2時間半講義を30分イユニットで区切ってるので5ユニットになってるんです2時間半勉強できない場合には1回30分の授業でも OK それを倍速で再送すれば1回15分の学習も可能だってことなの。でこのところにインジケーターがあってねで0.5倍速1倍速2倍速1倍速1.5倍速2倍速。 でそれからあの今現在、自分が全国平均から何回分遅れているかというのをインジケーターで表示されます。だ安心です。これじゃないと、ね、これじゃないと効果は発揮しませんとこれがレックの講義です。はいですか、ねえー、1回2時間講義、これを5等分して30分、ワイニットしかもこのユニットにねちょっと前のページ。ここね 実は実物ではねこっちの方に、えー、ここはああのハノイの塔とかこれは太陽関係とかあの中身がちゃんと書いてあるんですよこの各ユニットで何やってるかっていう中身が書いてある、ねえー、30分の受講も可能でウェブ受講ならばスマホ受講も可能しかも倍速再生ができますユニット制で楽楽学習レックだけのサービスです それから、えー、好きな講師、通信でも好きな講師三人の中から好きな講師を選べる。講師フレックス性ですから、通学講義以上の効果を発揮できます。通信でも講師を選べる。でさらにレックの通信講義の特徴は、はい、レックはお申し込みいただく前に主要科目である 数的処理と憲法それから経済言論についてそれぞれ3回分を無料視聴できるお試しウェブ受講制度っていうのがありますこれぜひ1回ねレックの講義を体感してみてくださいこれですね数的数的処理とあのあの憲法か私の憲法と岡野先生の数的すいません経済はなかったですはい お申し込み前に、視聴ができます。で、お申し込み前に、視聴していただいて、気に入ったら、申し込んでください。はい、じゃあ、ここで、あの、大体の勉強スケジュールを話しましょう。え三、ー、年生から、一年間で勉強する場合には。<laughs> ええと、大体まだ数的から始まって、次に経済。この二つは計算系なので、えー、前倒しでやっていく。その後に。 法律科目数的処理経済憲法民法行政法これを使用語科目といって、まあ、これを遅くとも年内までにやることが理想ですでそしたら年が明けたら復習をやりながら面接対策もやって論文対策もやってそれ以外の学系というのは選択科目ですその他に教養科目をやってだからこう10時間ぐらいやなきゃいけませんねだんだん増えてくるんですよ、ねで。民間企業と閉館する場合にはあのだいたいいた月月から3月ぐらぐで説明会があって 4月から本格的な面接ありますんでこの公務員試験の一番忙ししい時期とバッティングしますよねだから民間と併願される方は例えばあの夏休みの夏季インターンで民間回っといてそれでそうすると12月から1月のところでそこの内定出ますよねそうすると公務員併願しやすくなるし普通にその12月頃からマイナビ,リッナビ登録をして就職活動を始めるんだったら。 これを前倒し、できるだけ早くやってったほうがいいです。ね。とにかく、まあ、楽じゃないっていうのはわかると思います。それでですね。2年生から始めるメリットってあるんですよ。で、そうすると、こんなに民間との併願が大変なんだったら。大変な科目を前出しづらいいわけです。で、これが2年コースってやつです。ね。特に、この数的経済。で、ここのところを前倒し作ることによって。 2回繰り返せるんで例えば数的1回目1年目2年生のところで一般的な解法を学んで3年生の時には都庁を受ける人は都庁の加工特別に受け,る受ける人は特別の加工っていうことができますちなみに2019年の東京都庁の問題は90%以上加工が出てるんですよでそうすると合格率を高めることができます、ね、経済もそうですよねあの経済1年,で1年目で理論と計算の一般的な解法を勉強して で2年目で国家公務員大志望の場合には計算をしっかりやる方公務員大志望の場合には議論をしっかりやるということが可能になってくるわけです。それから面接論文のネタとしてあの各自治体の代表的な政策っていうのがあるんですけど2年コースだとそれを2年生のうちにやるってことができます。だから3年生から1年間でも受かることは受かるんだけど2年から始めるとそれなりに合格率が高まるってことです。で えー、レックでは2年生から勉強したい方向けに2年パーフェクトコースをご用意しています。で、えー、数的処理経済など1年間の学習では公約に苦労する科目とか公務員の仕事研究でこれは面接や論文の準備になります。これを2年生からやることによって合格をより確実にすることができます。 あと2年生がやるべきことはね勉強面では計算系の数的処理と経済学やっといてあと暗記系のところではね日本資生会社は結構国家公務員とか特別区では歯応えあるしあの計算が必要な物理科学を2年生のうちにやっとくとか、ねまあ、あとやっぱり経験値を積んでいくことですねこういったね経験することもやっぱり就職試験である公務員試験では大事になってきますその学生時代あれあの 大学だけじゃなくても高校でも中学でもいいんですけど今の自分の原点になったような経験これが問われるんですよでその時にね、まあ、例えば一つサンプルを挙げるとこういう分析をしていくんですまずなぜそのアルバイトを選んだのか選択の理由これはしょぼい理由でいいですでそこで直面した課題ですね苦労あの面接の時に紹介する経験っていうのは苦労話じゃなきゃダメだ楽な経験はダメなんですこの苦労した経験が大事 それでそれを誰とのどんな対話の中でこの苦労を克服するためにどんな工夫をして結果がどうなったのかその結果とは別に自分がそこで発揮した強み強みというからにはこの経験以外に他の経験でも生かしているさらにその強みを職務でどう生かせるのか結局はその面接で行かれることはその人の強み他の受験生との違いですよね。 これが聞かれてくる。これを過去の経験を踏まえながらアピールしていくこれが面接になるんでやはり2年生のうちにこういうことをやっといろんな経験をやっといた方がいいです。はい、で以上をまとめてちょっとレックの一番の理由を最後に強調していきます。で以上のように、えー、公務員試験っていうのは就職試験なんですだから勉強以外にもいろいろなあ対策が要求されるだからトータルサポートが一番必要になる試験なんですね。 だからレックではこのトータルサポートを可能にする、えー、担任講師があ各本校に複数いるんで個別フォローが厚いだからトトーータルサポートが可能に例えばですね、あのー、レックのコースは最初にコースをお申し込みいただければその受講料の中にテキスト代問題集大講義代模擬面接代模擬集団討論主要なあ答案練習模擬試験、えー、主要な模擬試験 それから担任相談、合格に必要なコンテンツが全てパッケージされているから基本的に追加料金がいりませんただねちょっと注意してほしいのが東京都庁とか特別区とか国税専門館とかそういうちょっと特殊な模試は入っていませんのでそれは6000円から7000円で別料金になりますけどそれ以外の普通の国会一般職の模試とかが全部パッケージされているわけ、ね、追加料金いらないです基本的に全部込み込みですこの料金で内定まで取れるといこと でまたレックでは全国どこの本校でお申し込みいただいた場合でも他の校舎でも生講義担任フォロー実質利用がどこでもできる自由完全自由乗り入れ制度を採用しているので受講生の皆さんのご都合に合わせて講義やサービスを受けていただくことが可能例えば実家が横浜でえ学校が渋谷の場合には両方の校舎でサービスを受けることができるということですあるいはえ東京で申し込んだんだけれど北海道転勤になった場合でも札幌本校でも サービスが受けられるそういういことです、まあ、さらに受験生お一人一人の成績データを担任講師が分析管理してその時々な有効なアドバイスをするために受講生カルテこれも個別指導に強いレックならではですこれはの得意科目不得意科目学習の進捗状況募集の成績の推移,推移など全部これ記録していってですねこれ,ですこれが実物なんですよ。名前学部 第一志望第二志望第三志望第四志望模試の成績で複数の単任間で情報共有するためにね、えー、こういう記録をしっかりしていくで,、ね、で次までにこういうことをやってきてくださいって課題を与えてでそれまでにやってきたらじゃあ次みたいなこれが合格,し合格に結びつくステップバイステップってことですはいでマレックの一番の理はこの単位制度なんですよね5つの用途に使いますまずは1 志望先や生活単位にあった学習スケジュールまず提案していきます次二番目わからないままにしない、えー、科目質問ができます次三番目リアルタイムの情報を手に入れる、えー、正規の講義とは別にホームルーム各本校で実施していますこれはあのインターネット上のホームルームもあります四番目その場で論文添削を可能 コースの中にそもそも論,論文マスター等連編というのが四回入ってますけど、それ以外でも無制限に論文添削を受けることができます。最後、五番目。志望動機、あるいはエンドリシート添削など、個別面接指導もさっきのリアル面接は別に単元指導で受けることが可能です。このように手取り、足取り、充実、フォロー、これがレックの最大の特徴、表現を変えれば、 講師との距離がめちゃくちゃ近いってことです以上のようにレックのサポートはトータルサポートと個別フォローがいいです皆さんもぜひレックの公務員コースを利用して英館を確実なものにしてくださいはい、ということで60分にわたって60分でわかる公務員試験のすべてこれをお話ししてきました ぜひ、われわれ講師と一緒に二人、えー、三脚で、えー、ゴールを目指しましょう。はいえー、それではあこれで60分でわかる公務員試験のすべてガイダンスを終了します。お疲れ様でした